こういうお話をしますのがですね、現在ね、地球上で、ね、飛行機やら自動車やらガソリンを使って空気を汚す、今と同じことが11万年前にあったことが分かりました。私の大阪大学と共同大学はですね、偉い人がおりました。私がそういう不思議な実験をやっておりましたら、琵琶湖の一番深いところね、250メートル掘ったんです。そうして琵琶湖の中に沈没してる、沈んでるのを全部引き上げた。11万年前の地面の中から飛行機、水爆、原爆が全部あったことが分かりました。これ11万年前、18年前には同じだった。25万年前、35万年前にもですね、今と同じ文化があったんです。そしてその文化のために空気が汚れて、人間が進めなくなってしまって、大体10万年後でそれをやってる。まだあとないことであってですね、もう今空気がどんどん汚れてきました。もう人間も動物も生活できなくなる。人口10分の1ね、250年後に、600年後には4000万人になってしまって、そして飛行機も自動車もなくなるために空気が元に帰ります。帰るのに1万5000年かかるわけですね。何回でも同じことをやってるんですね。はい、次お願いします。その現在の物理学の程度の低い一例ですらね、現在の物理学では一番小さいものをですね、エレクトロンと言います。エレクトロンというものは、例えば水素原子の中に水素の原子核が1つあって、エレクトロンが2つ周辺回っておりますね、1個から5、あるいは3つ回っている。その水素原子の中に1個ある質量、一番それが小さいの。ところが本当の物理学、私が分かったことは、この真空を作る物質があるんです。真空を作る物質、バクトロンと私が名付けました。それはですね、今現在の物理学で一番小さいとされているエレクトロンの10のマイナス20乗、1兆分の1の1兆分の1ものが、それが真空する物質、それがいっぱいあると宇宙なんです。これが分かりますとですね、どうしてスプーンが回るか簡単に説明できるんです。1個の原子がある、原子と原子の間をバクテロンがいっぱい詰まってるために、この間にね、吸引力が発生しているんです。だからこれ金属硬くなっておる。そこへ人間の精神波10のマイナス5乗、これは人間が欲望を掘りますと生命体の力が入ります。このいっぱい詰まってるバクテロンを10分の1か100分の1にします。この引っ張る力が100分の1になるからスプーンが曲がるんであってね、スプーンが簡単に説明できるんです。だからこういうことで、これはあと4、50年しますと物理学にこれがなっていきます。それは反対工学で、君のこの世へ出てくるのはちょっと早すぎましたねとおっしゃる、そこなんですよね。あと50年後にこれが物理学になっていくわけですよね。はい、次お願いします。そういうことのために、私はね、昭和28年にこういうね、28年新聞で1月ですね、私はふっと思いついて、自分で部品を集めて、これでね、安いテレビを作った。28、29、年末の休みをポッと作ったわけ。私はテレビ専門じゃない。ところがこれが1万3000円でできた。こうしたら日本の電気業界でさあ大変だということでね、1年半後に
テレビが12日になったんです。これで日本の全国にテレビがわーっと発売できたわけで、こんなものが一日がそれでちゃんとできてしまうわけですよね。脳波が下がりますと、こういうものは簡単にできるということなんです。はい、次お願いします。これでですね、人間が一生懸命にやりますと頭が働きが悪いという、こんな論文を学会発表したんですよ。これ人間の右脳がこれで表現できますね。右脳がこれでこの声で表現、反対の左脳はこの蓄電器で表現できる。これを直列に過ぎまして条件をですね、これ M=2πルート L=2、これに合わせますと、これ30V、これが195、200になります。これで見ますとですね、200+195=30 なんです。こういうことを研究して、これをついこの間商品化したのがアルファシータ。右の音と左の欲望を掘りますと30は395となる。人間の頭が同じで、欲望を掘ればですね10倍以上の働きが出るという、これがその時の発明するために、今から50年前にこのような学会発表やってるわけですがね。だからこういうことで、私の発明品というのはもう何も頭を使わない、若い時に工学部医学部に全部のためにこういうことがパッと分かる、だからそれに合うような発明ができるわけです。それを発明したもので、お金儲けをしない、どうぞ勝手に作んなさいと言われる。だから次から次に発明できるわけであってね、この世の中欲望を掘ってね、自分のすべきことだけをやりますと不可能は何にもないという、そういうことを物的証拠を表されたわけです。では電気を明るくしてください。だからこういうことを言いまして、人間というものは無限の力を持っているんです。エネルギーを持っているんです。それを一生懸命にやったりね、なんとかお金儲けしようなんか思うなると小さなものになってしまいます。自分のやったことが周辺の人に幸福を与えれば、本当に自分がどんどん幸福になり、不可能は全部なくなりましてね、自分ほど幸福なものはないという、そういう思いにみんななっていくと思います。私がこれ今年81歳でこんな元気で皆さんの前でお話しできるのもですね、私ほど幸せなものはないと思ってるから、どんどんこれができると思います。だから皆さんもね、私ほど幸せなものはないと思ってこれからやっていかれたら、いいことがいっぱい起こると思います。今日これで終わります。どうもありがとうございました。先生どうもありがとうございました。あっという間の90分で、まだまだ続きを聞きたい心境なんですけども、ここで20分ほど休憩とさせていただきまして、後半は皆さんからお寄せいただいたご質問にお答えいただくという形で進めさせていただきます。それでは今ですね、47分ほどですので、3時5分までにですね、こちらの席の方にお戻りください。で外の方にジュースとコーヒー用意しておりますので、ご希望な方をお召し上がりください。ご質問があります方はぜひですね、そうですね、先生のテーブルの方にですね、ご提出をお願いしたいと思います。では、20分ほど休憩させていただきます。ありがとうございました。どうも皆さん、はじめまして、武田和平と申します。今日は大変、身につけることになりました。それは私が作らせていただきました純金歴史人物館、最近オープンいたしたわけでございますけれど、その館にですね、先生がお越しいただきまして、大変、感激をなさっておられる様子を拝見いたしまして、本当に、嬉しかったです。また今日は先生の話を受け止まっておりまして、私今日で先生の話を生で受け止まるのは2度目でございます。その前にテープで2回ばかり先生の話を受け止まっております。またご本では
2冊ほど先生のご本を読まさせていただいております。そして、まあ、今日また参ったわけでございますけれど、まあ、本当にこの頭が柔らかくなるんだこの話がだん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 、頭が柔らかくなって、発想が自由になって、本当に素晴らしい先生のエネルギーで、頭を柔らかくしていただけるのかな、まあ、そんな思いで、聞いておりました。今日は不可能はないテーマでございましたがね、本当に、不可能はないということを信じることは、まあ、難しいことでございますけれど、まあ、しかし、そういう世界が現実にあるということ、まあ、これは、まあ、信じないわけにいけませんわけですし、また、信じると大変都合のいいことでございますので、できるだけやっぱり信じるように、していきたい、まあ、通いに思っているわけでございます。私も、まあ、いろんなことで、歴史人物学生の構想が生まれました。まあ、これも、池田宗弘という、まあ、日本の、まあ、大変今では、まあ、素晴らしい彫刻家になられたわけですが、その彫刻家の方とですね、まあ、夜を明かして、語っておりましたら、ほっとこの構想が生まれてまいりまして、そして、まあ、10年の年月がかかりましたけれど、ようやく実現することができました。まあ、これは誠の事故を考え出すと申しますか、まあ、今日の先生のテーマと同じでございまして、本当にこの私たちの中にある生命体、この生命体を、歴史人物、私たちの過去世の大先輩たちがですね、元気にしてくれると、この生命体を本当に元気にしてくれると、まあ、そういうものでございまして、こうしてこの世紀末のですね、まあ、現在大変慌ただしい中、そして、大変不安な情報がたくさん流れておりまして、足元が不安定のように見える世の中になりまして、こうして皆さんお越しになっておられる方は、ちゃんと目線を上に上げられまして、希望を持って、21世紀を見据えていこうと、このように21世紀のまたリーダーとなっていこうと、このように、まあ、これは意識するとせずにかかわらず、皆さんの生命体がそのように思考されておられるわけでございます。まあ、そのような方々には、まあ、私どもの作りました純金歴史美術館、必ずお役に立つと思います。今日はこの先生のご縁をいただきました、歓迎いたしまして、皆さんにですね、この歴史美術館の入場券と、そして、まあ、私もやはり無欲でいいことがしたいということ、決してなかなか欲が離れてるわけではございませんけれど、まあ、無欲になって、人様の喜ぶことに奉仕したいと、まあ、こういうことは、一生懸命健在心で考えているわけでございまして、そういう中から生まれました心の支局、これはまあ皆さんご存知の方も多いと思いますけど、宮下美穂さんが、7つのオリジナル曲を作ってくれまして、そして私が7つの詩を書きまして、そして私がいろんな枠につけると吹き込んだものでございます。お聞き願えればですね、またその誠の事故と申しますか、生命体、その皆さんの生命体にですね、何らか働きかけるのにお役に立つのではなかろうかと、まあ、そんなことおまけでございます。どうぞ一つ理事務官の方にお越しいただきますようにお願い申し上げます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。場所とかですね、それから営業時間、入場券に書いてございますので、ぜひですね、足を運んでいただければと思います。それから先月になりますけども、夢にまで見たといいますか、小林さんが大日本の正木先生と、ゴルフをダウンロードされまして、それのですね、正木ゴルフ実践教室の、先生でもありますので、報告を兼ねて少しですね、お話していただきますので、よろしくお願いします。です。突然の呼び出しで、慌てておりますけれども、実は3月の先生の講演会の時にちょっと先生と一緒にお食事する機会がありまして、
そこで先生が今度は究極のゴルフという新しい本を出すよって言われたんです。でそこで、それじゃあ出版記念に石原先生ゴルフ教えてもらえませんかって言ったら、そこに奥さんがお見えになりまして、先生連休だったら多分スケジュール空いてると思いますから一緒に回ってあるからどうですかって、あの奥さんの講演所でその話が実現しまして、ちょうどそこにまたそこにいらっしゃいますけども、柴田さんがまた一緒に同席しておられまして、それじゃあ私がその岡山の方のゴルフ場の方は全部任せてください、ちゃんとやりますからって言って、もうそこでいっぺんに話がまとまってしまったんです。それで心待ちにしておりましたら、4月の29日がちょうど空いてるからその日に一緒に回ってあげましょうっていうことになりまして、それで28日の日に出かけてたんです。でそこで思うのは、その人ずつ不思議やなっていうこと、そういう人の出会いがなかったらこういう話には一切ならなかったし、やはり私たちももう3年ぐらいゴルフの練習をやってるんですけども、で誰か一緒に先生と回ってちょっとこう上手になってもらわないと、私たちもその上手にならないという一緒にやってる方たちの強い意志もそこで働いたと思うんです。だからアスファルトに生命体を与えたように、皆さんの力っていうのが私にそういうチャンスを与えてくださったんだなと思ってありがとうと思ってたんです。でそこで一気にちょうど名古屋の駅で、ここらの人はご存知だと思うんですけども、藤田屋の大和巻っていうのがあるんですね小田巻の名古屋版です。でそれを お土産に持ってきまして、で先生大和巻持ってきましたからお茶飲みながらやりましょうってこう言ったんです。お風呂上がってから先生が、あんた大和巻持ってきたって言うけど、それ宅急便でこっち置いてあるんですか、大きいもんですか、ちっちゃいもんですかってこう言われて、で私はそのもう食べる方の甘巻きの意識でこう言ったんですけど、先生は例のそのバイオハンマーとかいろいろそういう甘巻きの方をで考えておられて、いや先生甘巻きってこれですって、お菓子を見せたら、私はまた大甘巻っていうから全身を一度にマッサージしてくれる甘いだと思っていましたっていうことで、まあそういう和やかな、ね、雰囲気の中で、次の日に、ゴルフとなったんですけども、そのお天気の方も前日雨だったんですけどもね、その日になったらもうやはり先生すごいなと思ったんですけども、パッと晴れて風もなく真っ青な青空がそこに存在しまして、で先生と一緒に、いろいろ回っていかれて、ちょっと話全部してしまったんですけどね、そのお風呂へ2回とか入ったんですけども、その入るときに先生お風呂行きましょうかとも、あるいは柴田さんと柴田さん一緒にお風呂行きましょうかとか、部屋がみんな別々なんで声をかけないのにね、お風呂場行くと3人いつも一緒になるんです。またそこで先生が不思議ですね、不思議ですねってこうおっしゃるんですね。だからその不思議ですねという言葉、そういう一つの縁の中にいろんなことが含まれている、本当にこう みんな不思議なんだなと、もっと分かれば不思議やなしに、当然なんですよということになるのか知らないけども、まあ、私たちの段階では不思議だなというふうに考えた方が非常に夢があっていいので、だから私は分かってても不思議だなというふうに、いつも思っていろんな可能性をそこから探り出すような方向でいろいろこう考えていきたいと思います。一緒にその天気が良くなって回っていくとね、先生がありがたいことですね、こうやってゴルフができるということはありがたいことですねって言われるんです。と先生も82歳になられて、やはりね先生おっしゃる通り250ヤードも270ヤードも飛ぶんです。だから長いパターだってね、ポンと一発で入れたりしてね、いやすごいなと思うんですけども、まあ、私は50ちょっと越したところなんですけどもね、先生と歩く速さ、先生の方が速いぐらいなんです、さっさと。やはりね、ゴルフができてありがたいことですねっていうのは、そのゴルフだけじゃなしに、その自分たちの生活の中に健康はこんなにありがたいんだと、健康だからこういうことができるっていうその一つの意味も生まれているようで、だから先生がいろいろこうやってすれば健康になりますよっていうことを教えていただいているのを、ね、一つずつこうヒントに実践しながらやっていくと、私たちもいつまでも元気な姿で、いろんな自分の夢が叶えられるような方につながっていくんじゃないかと思って、そういう機会を与えられたこと、それから先生に直に、触れさせていただいて、そういうお話を聞かせていただいたこと、だから私たちほど幸せなものはないねっていう、そういう気持ちっていうのも、感謝の気持ちとかね、そういう気持ちがいろんなことを成功さすっていうふうに、感じさせていただきました。だからそのゴルフの技術のこれはこう打つんだよっていうことも大事なんですけども、そこ行くまでのね、
段階、それが十分できる、そういう考え方を取り入れられる自分であるかとか、あるいはそういうチャンスが与えられた自分であるかということも、もう一つ大きな要因がそこに存在するんではないかということをつくづく感じさせられた先生とのゴルフでした。どうも以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆さんからですね、お書きいただきましたご質問を今先生にご覧いただきまして、先生に順番つけていただきました。ちょっと下の方の方はちょっとご縁がなくてですね、お答えできないか分かりませんが、上から順番に質問事項を読ませていただきますので、それに先生の方から、ご回答いただくという形を取らせていただきます。まず1番目ですが、現在の子どもたちをどのように育てればよいのか、大人の役割を教えてください。最近母親の育児不安が非常に強いです。教育も今のままでは未来を担う子どもに育っていかないと思います。ということで、ね、先生よろしくお願いします。実はね、自分のうちの、娘息子は何もお父さんお母さんが自分らで作ったのじゃないんです。お父さんお母さんとは全然無関係なんです。私はそういう根本のことがよく分かりましてね、私のうちでもそうです。先ほどちょっとお話ししましたけど、小学校1年生か2年生の時にね、私の今小学校5年生ですけど、その娘が言うんです。今お空を男の子が船に乗ってあっち来こっち来してるよって言うてはしばらく6ヶ月ほどしますと、うちへ来ることが決まったよって言うんです。そうしたらお母さんが妊娠しました。子供というものはね、お父さんお母さん産むんじゃないですよ。子供の赤ちゃんの意思によってその家がやってくるんです。私の作った、今先ほどお見せしました CD の中にもあります。赤ちゃん、親を選びて生まれ来るという詩があります。勝手に子供は産むんじゃない、子供の意思によってその家やってくるんです。私はあの家行こうという気でやってくるんです。それが生命で、現在の物理環境が説明できないんですよね。ところがそれが物的証拠がいっぱいあって、私の家がそうでしょ。男の子が船に乗って お皿をあっちこっちしてるよって言った、ほんとはうち来ること決まったよという、お母さんが妊娠する、できた子供が私の1万4千年前の顔をすっごい出たんですね。私の家へ来た生命体、私と同じ生命体だから、赤ちゃんがまだできてから3月ぐらいでした。赤ちゃんがおっぱい飲んでる、お母さん、私がそば行ったら私に抱っこせえって言う、私が抱っこしたらニカーッとする、お母さんとったら泣くんですよ。この赤ちゃんどうなってんだって、生命では一緒だから私が一番いいんだってね。みんな赤ちゃんというのは何も お父さんは勝手に産むんじゃない、その家へ自分で行こうとしてくるわ、自分の前世から縁があるから行こうとしてくるんであってね、そこへ行くことによって私が修行ができると思ってくるんです。あるいはお父さんお母さんが、私が行くことによってお父さんお母さんの人間性が上がる、主演ができることが来るんです。偶然は何にもないんです。だからその息子が娘が芳しくないときはですね、自分らが修行して人間性を上げなくてはいけないんです。それを自分がうちの子供が悪いというのは自分の人間性が悪いから同じことを子供はやっているわけです。子供が悪いということは自分の人間性が低いからそれがあってるんです。だからその時にはその自分のうちの子供に負けないようにお父さんお母さんがその時から精神修行して人間性を上げなくてはいけないんです。そうすれば勝手に子供は良くなるんです。お父さんお母さんの気持ちはですね、私のうちの子供ほど素晴らしいものはない、うちへやってきてくれてね、子供よありがとう嬉しいよと、その気持ちでいます。子供はそれで人間生命体が感じますから、どんどんそうなってきます。うちの子供はしょうもない大変だと思ったら生命体がそれを感じてどんどん大変なくなります。うちの子供ほどいいものはないと思いますと
どんどん子供の人間性上がっていきます。そのためにお父さんお母さんの自分らの人間性を追い上げなくてはいけないんですね。だからその子供、もしも悪い子供が来た時はお父さんお母さんの人間性が低いからそれがあって、その子供のお父さんお母さんはではそのうちへ来た子供にもね、負けないように自分自身が人間性を上げようとして上げますと、子供さんがいい子供になってきます。自分だけ手で低くて子供にああ成功せえと文句言ってますと、ますます悪い方を言っただけであってね。私が経験したことはね、ある家相談があったんです。子供がおかしい、医者へ行った、ね、病気だと言われた。うわお母さんがね、あんな変な子供を産んで申し訳ないと思ったそうです。ところがそれがね、私が言うたあなたの子供さんはあなた方お父さんお母さんよりも生命体のレベルはものすごくレベルが高いんですよ。その自分よりも生命体の高い子供にあなた方がこうせえああせえという命令をするからですね、子供さんの生命体がそれにね尺に触るからあなたの言う通り全然しないんですよ。あなたよりも子供さんの方がエネルギーがでっかいんですよ。人間性のあなたの子供さんの方がレベルが高いですよって言うて、だからこれからはね、子供に文句は一切言ってありません。自分らの方がレベルが低いんだから相談をしましょうという気持ちでね、子供にね、この方がいいんじゃないの、絶対文句言ってありません、相談をしなさいと言ってます。そうしたら見る見せその家は円満になる。子供さんがどん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 しっかりしてきましてね、結局もしもそういう子供さん、お父さんお母さん、その子が悪いと思うのは、お父さんお母さんを修行をさすためにその赤ちゃんがその家へやってきてるということが頭に起きましてね、自分らの人間性上がれば子供さんが勝手に良くなるんです。この世、子供というのは決してお父さんお母さんが勝手に産むんじゃないということ、自分らの二人の夫婦のね人間性がレベルが上がるために、その奥さん、その赤ちゃんがうちへ来たんだということを頭に置いてなされたら、すべて順調にいきます。特にね、本当にそういうふうなね、私がその時のそうでしょう、その子供なんかね、本当にもう医者で精神的な病名を言われたわけですよ。それにあるのそうじゃないですか。 お父さんお母さんよりも生命体が赤ちゃんの方が良かったためにそうなってるんだって、子供に文句が出て自分らが人間性を一段上げる、そうしたら子供さんの生命体がそこまで勝手に上がります、ものすごく良くなりますね。だから赤ちゃんというものは昔から言われたね、自分の家の最高のものである、あの、ね、財宝であると思ってね、赤ちゃんとか子供さんがちゃんとなるようにお父さんお母さんの人間性を向上させなくてはいけないんです。それがみんなお父さんお母さん私がほどいらいものはない、子供は手で低いと思うからそれは間違ってるんだってね、生命で測りますと子供さんの方がエネルギー大きいのがいっぱいなんです。そのエネルギー大きい人に文句言うからおかしいことが起こるんだってね、自分らが人間性上がればそれが全部円満に解決すると思います。はい、次お願いします。はい、どうもありがとうございました。それでは2人目のご質問です。今息子はもう5年も精神科に入院しております。母親といたしましてはもう普通と変わらぬと思っておりますが、病院の先生よりまだ退院の許可が出ません。一日も早い社会復帰をさせたいと思っておりますが、できるものでしょうかというご質問です。だからこれも同じこと、もうお父さんお母さんは治ったと思うんです、勝手に治ります。あるいはそれを思えない人はね、今杉山さんとから世話をしておられる新海ジルさんが頭にうんと当てなさい、脳細胞がシャーンと戻りまして元の通り行きます。それもお父さんお母さんがもう普通だと思うこと、そしたら勝手にお父さんお母さんのエネルギーが移って元の通りきちっと元の普通の状態に行ってしまいますから。はい、どうもありがとうございました。
次です。白血病の人に神経波磁力線発生器を当てさせたらどうでしょうかというご質問と、もうそれもね、もうそれは簡単で、ね、今までも治った人いっぱいいます。白血病の人はね、まず頭に3本当てます。そうは背骨にずーっと当てる、上から下まで順番に。もう一つ質問がありますけどね、その背骨の中の成分によって白血球も赤血球もみんなできますんで、そういう人は全部頭に3分から5分かけたら、上から首筋からお尻の上まで磁力線を背骨にずーっと当てるから、普通の状態に全部いってしまいます。磁力線は何歳ぐらいから使えますか。生後6ヶ月でアトピー性皮膚炎のためということでご質問です。赤ちゃんの時からね、いくら使ってもね、神経磁力線悪いことは一切起こりません。ところがお母さんお父さん、お父さんがこんなことやって、何か悪いことが起こると思います。悪いことが起こります。人間の神経磁力線は人間の神経と同じものですから、周辺の人が悪いと思ったら悪い方向に行きますから、悪いと思ったら一切使わない、心配するのは一切使わないこと、心配する方に全部行きます。普通の機械はしまい、人間の神経と同じものを人工的に作っておりましたから、使う人が思えば思う通りになりますから、悪いことを思う人は一切使わないこと。今まででもそうでしょう、長年の病気が、この前ね、福井か金沢の病院でしょ、入退院を15年か6年かずっと繰り返した喘息病の人、友達がこれいいよって言うた、それを言うことを絶対的に信じる人だった、そうだと思って15分以下かけたら十何年間の喘息の発作がスカッと収まって、もうありませんっていう、結局自分が思うだけで神経重線がその人間の普通の神経波の信号の1万倍ぐらいの力が磁力線持っておりますから、自分がそうだと思えばですね、十何年間の喘息の発作が15分1回で亡くなったという、そこでしたら信ずること。この世の中はね、宗教でも同じです。イワシの頭も信心からという、あれイワハカルタがあります。イワシの頭でもありがたいと思ったら病気が治るんです。どんな薬飲んでもこれは効果ないと思ったら効果全然起きないんです。病気というのは自分が作るんであってね、私が前もお話したでしょ、63歳の時にオーストリアの数奇学の先生に数奇を教えに行った。その時に私が行きますと、まあオーストリアでね、奇人が東洋から来たという紹介、素晴らしい人が集まって偉いさんがいっぱい集まった。その中でですね、ある医者がちょうどお世話飲んでたら急に頭が痛くなった。困った、私は医者だけどこれね、ウイスキーを飲むんで頭痛が起こるんです。一遍起きたら一週間もう続いてお仕事ができない、困ったねーと私がポッと手を突っ込んだ。ジンタンがあった、ジンタンをポッと一つ取り出しまして、これは日本の特効薬だ、これを口入れなさい、すぐにぐっすりと眠ってしまいますよ、眠って3分か5分したら目覚めたら頭が治りますよって言った。ジンタンピリからもうソファにポッと出たなと思った。ご無理して目覚めたら、あ、頭が治りました。人間そのもんであって、医者でさえもそうなんですよ。ジンタン持ってて、それで5つも入れたらぐーっと眠ってしまうんです。人間ってそんな単純なもんであってね。そしてその1週間もすぐ頭が治ってしまったんですよ。治るともか治るんであってね、信ずること、信じなければ何にやっても現れてましたね。次お願いします。はい、どうもありがとうございました。先生、最初の頃には妊娠中の女性の方は使われない方がいいっていうお話あったんですが、その後どうでしょうか。やはり妊娠中は、妊娠中はまあね、前に当てない方がいいと思います。はい、わかりました。続きまして、神経波磁力線の原理と効能についてお願いします。その神経線の効能とこんなことをね、言う人はもう使わない方がいいです。そういうのが疑う人は使わないですよ。もう周辺の人がこれ良かったよ、ああそうですかと、簡単に使っただけ使ったり、そんな多くの外国人で、私だって考えても石までできたもんで、宇宙からのメッセージ作ったもんです。
新規味路線というのはね、60ワットしか電流パーなんですよ。60ワットしかパーなのに、こういうふうに流れる電流、1万ワット流れるんです。現在の物理学では考えられない。でも実際できているんです。この間、新規味路線はあるよその国から大きい国で送ったんです。そしたらそこで税関に引っかかる。こんなものを輸入したら、新兵器になる可能性がある。輸入絶対しちゃダメだって。60、あれもちょっと考えたらね、あれね、あれ、1万ワットが、60って1万ワットになりますからね、簡単に鉄砲になってしまうんですよ。それをもう学部分かってるんですよ。このものは絶対当分の間もう、この国は輸入したらダメだっていうふうになったぐらいで、あれは新兵器としてすぐに使える成分なんですよ。常識では考えられない。60ワットが1万ワットになるんですね、あれはね。そういうことなんです。だからそんなんですから、人間の神経と同じものが10枚も100枚も出ますんでね、反射炉で使う人は、かえって悪い方に行きますから、一切使わないこと。本当にいいと思う。それだけがお使いだったらいいと思います。はい。はい、続きまして、アルファシータと神経波磁力線を同時に使用しても差し支えがないでしょうか。自分でないと思ったらないです。邪魔なのは邪魔なんですよ。あんなの一方でね、神経波磁力線1万ワット出ます。音がトントンします。脳波なんか全然下がりません。でも、下がると思ったら下がるんです。人間ってあんなもんで、神経使わせたら悪いことは しない方がいいと思います。人は使命を持ってこの世に生を受けているんだなと強く感じることがありますが、その使命を知るにはどうしたらよいのでしょうか。自分が脳波が下がればみんなが上がるから、そんなことは人の相談することじゃないんです。自分で下がれば全部自分の使命が分かります。はい、次は自律神経失調症の人は、神経波磁力線発生器を体の どこの部位に当てると良いのでしょうか。自律神経はただ頭に当てるだけ。それで全部なくなりました。はい、次お願いします。4歳の子供に神経波磁力線を使用しても大丈夫でしょう。お母さんが危ないと思ったら使わない。お母さんの思いがいきます。子供にそのままで悪いこと悪いことどんどんいきますから、お母さんが悪いと思ったら使わないこと、いいと思ったら使ったらいいです。はい。UFO は現在存在しないとおっしゃっていますが、写真や正木先生の周りにはなぜ形になって現れるのですか。 UFO は私らの生命体の中に全部いますね。また我々人間が地球におるのはね、3億6千万年昔、私ら人間は地球外の木星のこちらにもう一つ星がそこにおったんです。その星が今と同じにもうね、資源で、ね、石油とか石炭を全部使い果たしてしまって、あとはないから、今度はあそこね、融合のエネルギーを使い出した。これが水に融合を起こして、その星が爆発して今なくなっているんですね。その時に、その爆発する直前に我々人間はその世界で UFO を結びつくって地球に来たんです。だから自分のが UFO で地球に来たから、生命体はそれを全部知ってるんです。だから脳波が下がると上 UFO が何期でもやってきて、誰でもです。私なんか犯罪の時に学生の前で UFO がそれは何時期もやってきましたからね。だから脳波が下がりますと、自分ら人間が生命体がね、地球へ来て、その時におった肉体は全部死んだけど、生命体だけは残った。その生命体が UFO に乗ってきたから、ちゃんと生命体が知っておりますから、脳波が下がりますと生命体の力が出る。それは UFO がいっぱいやってきます。現在物理科学ではそれは説明のできない状態であってね。だから物理 UFO というのは現在どこにも存在しません。生命体の中に存在しているだけだと思います。はい、次お願いします。はい、地方症アルツハイマーです。今81歳ですが、どのようにしたらよいでしょうか。毎日磁力線をお腹と頭にかけております。それから私は静脈瘤で40年余り苦しんでおります。足がだるく、また足が冷えていけません。磁力線は毎日かけております。どうしたらよろしいでしょうか。だからそのね、まあ老人性の地方症は岡山では磁力線でたくさん治っております。それも自分の精神状態がものすごく左右しますんでね、自分で治ると思える人は使ったらいいです。もう何にも思えない人は使っても役立ちませんから。
自分で治ると思う人が救われたら老人性痴呆症がきれいになくなります。それもしてないですかね。静脈瘤の方は自力線でなくなります。それもやっぱりあれですよ、自分でなくなると思わないとダメですよ。こんなもんどうかなと思う人は何しても効果上がりませんから。次のご質問です。目の良くなる機会はいつ頃出来上がるのでしょうか。目の良くなる機会は、ね、一応まあ準備はしてるんだけどね、実はあれをやってる人間性がねちょっとあんまり芳しくないもんですから私の方でしばらく発売を抑えてるんです。そのうちに全部円満に解決しましたら発売します。もう製品はいつできてもいいという状態までいっております。あれは私が昭和二十何年頃に発明したもので、その時実験してもその成果が上がったから、それから商品化しておりませんからね。昭和25年ですから、今から40、50年前に発明したものです。まああれを使いますとですね、確かに効果は上がりまして今でも知っております。今から50年前に作ったものでね、信号が周波数44サイクルから44ヘルツから70ヘルツを目に与えますと、あそこ色盲がなくなります。それから1ヘルツから10ヘルツまでを与えますと老眼近眼がなくなります。そういう実験を昭和25年頃にもちゃんとやっておりましたので、だからできればですけど、今それをやってる人間性がちょっと芳しくないもんですからね、人間性がちゃんと良くなるまで発売しないようにやっております。はい、次お願いします。世界中そこどこと戦争がありますが、全て人類が平和になることはあるのでしょうか。先ほど言いましたように250年後にはね、人口10分の1になります。お米も麦も野菜もこの現在の車飛行機や自動車によってね、ガソリンが流れ酸性分が降ってきますんで、どんな肥料をやっても鍋やっても米も麦も野菜も十分にしか生産ができなくなるんです。だから人口十分になります。そして600年後には世界の人口4000万になります。これはもう防ぐことできないんです。今何をしたってもうこんだけ汚れてしまったらね、どうにもできないんです。程度の低い物理感を発達したためにこんなことが起きたんだって、これと同じことが11万年前18万年前25万年の後あったんです。何回でも人間はやってるんです。次お願いします。人間の寿命は決まっていますか。人間の寿命はお世の中に決まっております。私はそれが全部わかります。今はもうバカらしくしませんけど、昔はですね、身の上相談が来ます。6万人身の上相談がしました。人が来ます。まず言えることが、あなたは何年何月何日に亡くなりますよ。死ぬのは一番よ。それは一日も食えません。お見舞いの瞬間に死にが決まっております。ところがその決まっている人が人間性が良くなってですね、周辺の人に幸福を与えると寿命が5年、10年、20年と長くなってきます。私自身がそうですよ。昭和54年の1月30日仕事を分かってた。ところが神の世界から汝は陰徳を積みたがゆえに寿命を延ばす。私が新製品を発明して自分が一銭も金儲けせずに日本人全体に幸せを与えた。だから寿命を延ばすことがあるんですよ。だから人間が周辺の人に幸せを与えれば寿命は延びますけども、与えなければ、まあ、赤ちゃんの時に生まれた寿命はそのままで必ず死んでしまいます。そういうことで自分の人間生産があれば寿命がいくらでも自由になるんだっていう。私もこの間ね、79歳のその昭和50年の1月30日に死ぬやつが79歳の11月24日までだったんです。それ死ぬと思っておりました。もうこれで死ぬんだと思って準備しておりました。そうしたら、ね、この前見たでしょ。汝は神経や磁力線の発明によって、死ぬべき人を何百人も一回の人ができた。陰徳であるから寿命を延ばす。それが11月の21日から20日にあったわけですからね。私今度の見たのは神経や磁力線によって、
あの頃まだ発売してから1年ぐらいでもう寿命のない人500人ほど寿命を伸ばしたらしい。今ではもっとたくさん伸びております。そういういいことをしますと寿命は長くなります。でその時でした、何時の寿命を40年間伸ばす、もういらんって言う。私はそんなね、こんな80歳古い肉体を持って何にしたくない。もう一刻も早く死んだ方がいいから、私の寿命を92歳から4歳に今なっております。それで十分だと言っております。だから周辺の人に幸せを与えれば寿命は長くなるね。自分さえ生きればいいと聞いてますと、呼び出る通りキスッと死んでしまう。死ぬ日だけは一日も遅れません。昔は私のところに来た人、まず言うことは、あなたは何年だか何年します、それを見ないんだ。それは一日も遅れはなかったんですよね。だから前もお話でしょ、昭和天皇は来年1月7日に伸びますよ、その通りなくなってましたね。死ぬ日だけは一日も遅れません。人間が、私がある時ね、日本一の暴力団のトップの人におった、あなたこのまま行きますと名前死なせって言うた。本人は直さなかった。要するに、ね、自分らの若いのにおな、ぐさっとやられてね、あの日が亡くなったでしょ。もう死に日だけはもう一日も変化できません。人間性が変わらなければ死に日は一日も変化できないと分かっております。次お願いします。はい、良い結婚をしたいのですがどうしたらできますかというご質問と、別の方でバイオリズム系で相性の悪い人とは結婚もしない方が良いのですかというご質問です。まずね、この世の中ね、生命体のレベルは女の方がちょっと高いんです。男は何にも分からないんです。女の人が本当の幸福な結婚を売るためには、男と会った瞬間第一印象を胸ずしって感じるんです。それ以外結婚者ありません。ところがこの男と女が10年お付き合いできますから、お食事したりなんかしてね、お付き合いしてだんだん仲良くなる。それは何百年か昔自分のね、何百年か昔の自分とその人とお友達だったんです。だからそれと友達と仲良くできるんです。それが結婚をしますから、前世友人だったの夫婦だったら絶対に飽きません。不幸は絶対決まっております。女の人が幸福になるのはですね、第一印象を終わった瞬間に胸ずしーっと感じる人、びっくりすると胸感じる人、それは前世生命体が変があるから、それで結婚したらものすごく幸福になります。ところが現在でほとんどの人は 90% がね、前世友人と結婚しております。だから子供でもできたらいっぺんに仲間が乗るかしまうんですよね。それが現在 90% の女の人はそんな不幸な結婚で一生終わってるんですよ。1割だけがですね、胸に感じる人と結婚して幸福ですけどもね。私は身の上相談ね、6万人してそれが見なかったんですよね。前世夫婦であった人、あるいはお父さんお母さん娘であった人と結婚した、そういう人はものすごく幸福ですよね。私はその時いろんなことで体験したことがこうですね、女の人というものだけがですね、それが本当の結婚が不幸か幸福か分かるんだって、男は分からないんです。男はただ肉体的な感触だけしか興味ないんです。女はそうです。女の人はね、男とのね、肉体的交渉で感じるのは1割だけ。男はそれで十分なんです。ところがね、その前世縁のある人と結婚します。女の人が感じるのはね、セックスしなくても感じるんです。もう思うだけで胸がうわーっとなってくる。生命体が失礼しまう。女の人は、その肉体の結合よりも生命体の結合の方が大きく肉体的にバーッと感じるんですよ。それが現在の物理感は分からないんです。私はそれを6万人相談とかそういう人がたくさんあって分かりましたけどもね、あるカップルがこうでした。その女の人と電話をしょっちゅうしていた。女の人がこう言ったんですね、あら不思議だ、
電話だけしてるのに私が私で亡くなってしまったと言い出した。女ってこんなことが起きるんですねと言って、もうその人はセックスの場合の感じの何百回の感じを電話だけ感じた。女ってこんなことが起きるんですね、これが本当の仲のいい夫婦なんですねっていう報告がありましたけど、そこなんですがね、男は肉体の感じだけ、女は生命体が感じるわけだから、生命体の縁のある人が結婚してないと女は本当の幸福じゃないんです。だからね、その点先ほどあったね、バイオリズム系で測りますとね、肉体的に何パーセント感じるとかあります。これが 50% 以下の人は結婚したって同じこと、それ以上感じないから絶対結婚しても飽きません。分かりきっていることなんですね。はい、そういうことです。続きまして、現在日本国内でヒーリングを完全に行える人物はどのような方ですか、またこういう他人が他人を癒すことは本当に可能ですかというご質問。私はね、そういうことはね、自分だけ中心でね、周囲のことは全然関心ないんです。ところがね、例えばね、その精神的に病気を治す人に言うんです、したら飽きませんよと言う。治した、本当にそれが治んだったら、治った病気あなたが全部もらうんですよと言う。私はそれをみんなに注意します。そんなことしてたらもう寿命何年しかないんですよ、みたいな。私今までにそういう人を何十人かしておりますけど、私が言うた通りにしない人は、私が言うた通りね、病気を治し始めたら3年か5年で必ず死んでしまいます。それはもう絶対にやってはいけない、ね、それをやるために修行をうんとしてからしてればいいけど、まともに精神修行もしないで病気のことでやったら、もう寿命は3年か4年で全部死んでしまいます。それだけ間違いないですね。はい、次お願いします。はい、瞑想、右脳開発が能力開発にプラスになると言われておりますが、した方がよろしいでしょうかというご質問です。理屈を言わんとね、右脳左脳が同時にもうね、脳波がなくなるまでやること、そんな理屈でしたら一生やっても飽きませんからまずね、本当に下がったかどうかというのを見極めるためにね、スプーンをね、この棚の上とか引き出しに入れとくんです。1週間1回見に行きます。脳波が11ヘルツ以下に下がったらスプーンが曲がっております。誰でも曲がります。まず それをしないとね、理屈だってしょうがないんですよね。脳波が下がればまずスプーンが11ヘルツで下がるんですよ。そんなスプーン曲がったって何の役にも立つもんじゃない。脳波11ヘルツでは何の役になったら、その半分にならないとダメなんです。まずその2分の1下げるだけでですね、実験は簡単、スプーンを分からんときに置いて1週間1回見に行く、1回でも下がったスプーンが回っております。私なんか反対から帰ってちょっと家内にそこにあのね、引き出し開けたスプーン何十本か全部回ってるそこなんですよ。何でも曲げようと思わないから回るんであってね、スプーンくらい誰でも回るんです。それを曲げようと思う人は一瞬回らないんですね。曲がったんだと思う。そして脳波が11ヘルツ以下に下がったら皆回ります。はい、次お願いします。はい、睡眠時間を短くして早起きできるようにしたいのですが、いい方法はありますか。睡眠時間はね、人間はね、1日にね3時間寝たら十分なんで、それで寝る必要ないんです。私はわけで3時間寝なかった。それはあのね、犯罪の病院あの医学の時に実験したんです。人間が寝ます、約1時間しますと脳波が一番低まで下がる、脳波が下が下がります。その状態で1時間で人間十分なんです。動物も全部1時間で十分なんです。1時間でシータ波に下がる、それで1時間だけシータ波でおる、これが1時間かかって元に戻ります。だから人間は1日にね3時間寝れば十分なんです。それを誰か程度に低い人が1日ね8時間寝る時間そういうから頭の中で8時間以下だったら睡眠不足、それが睡眠不足になるだけであって、人間は3時間で十分なんだ、そう思ってしまうこと、3時間寝ればもう十分ですから。え、次お願いします。先生の講演会を聞きに来る人たちの特性はというご質問です。先生の講演会を聞きに来る人たちの特性あの私の講演会は このね、名古屋の会場ちょっと別なんで、皆さんもう10回20回来られるでしょ普通のところへ来られる人はいっぱいあるんで、この間もちょ
っとお話しましたね。去年の11月頃でしたかね、岡山のね、まず最初の1週間前は経営者ばっかり集め、岡山の経営者、大きな会社で小さな店とか商店やってる経営者一斉に集めて講演した。それからその1週間後にはですね、今度は その経営者の家の子供、息子とか娘を今度850人集めてきたでしょ。その時に私は言うたね、大体の日はもうお父さんお母さんが言わなかった。2日目の日には縁台に上がりまして、縁台に上がって皆様の顔をずっと見ました。私はもう講演なんかしようと思いませんって、あなた方はもう自分さえ良ければいいという人間ばっかりです。これで講演者って私の話分かりませんから、話なんか しようと思わないけど、まあ、せっかく上がって話しますけどあんた方は私の話全然 分かりませんよと言って、これで話をしましたからね。そういう人もいますし、本当に普通でそういうふうな、ね、強引に人が集めてに自分の意思で集まった人は私の話をなんとか理解しようとする人ですからね、いい人間ばっかりです。大体この名古屋の会議はみんなそういういい人間ばっかりの集まりですからね、そんな心配ないけど、そういうようなね、強引に人を集めますと、そういう自分さえ言えればっていうふうに私の話全然分かりませんのでね、そういう時には演者だったら分かりますんで、そういうことです、はい、ありがとうございました。血液はどこで作られていますか、教えてください。先ほどはっきり言ってきましたね、血液の根本はね、その背骨の中で作るんです。だからまずそこをね、だから何か病気の人は首筋からお尻の上へね、あの深海状線背骨の上にずっとかけます。そしたら全て良くなりましたね。そこからあの背骨の中から胃腸、肝臓、心臓、全部に神経いっとるのが、そこに神経がいきますんでね、全部良くなります。はい、次お願いします。結婚してから背中から体中がすごく痒いのですが、何か病気でしょうか。私は今そのこと分かりません。ボケにはどうしてなるのでしょうかというご質問ですが、まあ、ボケというのは結局頭の中へね、十分に赤血球がいかなくなるからですよね。まあ、そんな人はボケになる前に心外状腺かけたらどんどん赤血球がいきますからね。ところがね、1日に50本タバコ吸う人はもうありませんわね。タバコは1日に5本以下は無害ですけど、もう10本以上吸うとね、寿命がね 5% 短くなる。50% 吸います、50本吸いますと 20% 寿命短くなります。私の研究室でそれ実験しただけ、タバコを吸って煙が肺に入る、そこへ新しい赤血球が来ます。その赤血球に一酸化炭素がひっつきます。そしたらその赤血球は一生涯、まあ、赤血球の一生涯7年か8年ですけど、その一生涯の間もいくら新鮮な空気を吸ってもね、赤血球はもう酸素は全然吸着しなくなる。だからどんどん体内の中を赤血球が回っておってもね、他の臓器、心臓とか内臓が全部がね、酸欠状態になりますから、臓器がどん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 あの、ね、生命力が弱っていく。頭はそうです。頭だって赤血球がどんどん回ってくるけど、酸欠の血液ですから脳細胞がどん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 減っていくわけですよね。だからタバコというものは頭がボケてくるし、寿命も短くなる。そして一生の間に少なくても1000万円ほどタバコ吸う、バカなことですからね。タバコというものはね、世界中にイギリスがね、あれ植民地を作った時に税金として徴収できない、当時はタバコを作りまして、その植民地でどんどん吸わせたわけ。当時は税金の代わりにタバコを売って、それで税金取ったわけですからね。その本家本元のイギリスではタバコはレベルの筋肉労働者だけしか吸わないんですよ。もう普通の社員は一切タバコを吸っておりません。筋肉労働者だけがタバコを吸うんであって、
私たちの方でそういう研究論文を発行したらね、イギリスからそういうで来ました。日本では誰でもタバコ吸うんですか、イギリスでは筋肉労働者だけがタバコ吸うんですよって言う。だからタバコというのはね、搾取主義のために作ったもの、あんなもんそういう必要全然ないんです。ところがこの頃ね、先輩局で18歳以下は吸うなというあの看板、あの看板で若い者がどんどん吸うようになったんですよね。だから私は今までタバコ吸う人間というのはね、信念を持つことのできない低級な人間だから、これからねますますそういう食料温暖が多くなるから、そんな信念を持つことのできない低級な人間は死んだ方がいいなと思いますから、どうぞタバコ吸いなさいって言ってもうタバコを吸うと寿命は完全に短くなります。それだけは間違いない。はい、どうもありがとうございました。あと一つだけ最後の質問にさせていただきます。先生のおっしゃっていた空気エンジンの出現をすごく期待しております。近年の交通量の多さと排気ガスの量にこのままで大丈夫だろうかと心配になります。空気エンジンについて教えてくださいという質問です。もう空気エンジンは今から50年前だけど、私が25歳の時に陸地にちゃんとやったりもうその今から50年前にもちゃんと作ってあるんです。ところがただ宇宙人からね、1999年までは絶対に発表するな、97年中に準備完了せよ、で発表は99年から5年発表せよというからね、発表しないだけであって作る方法分かってるんです。簡単なものです。だから今は97年、今年中に準備完了します。発表するのは99年終わってから発表せよと言いますからね、もう実にびっくりするほど簡単なんです。簡単とか誰も思わないんです。それで97年にしようから、ちょっとこの間ちょっと実験したら、あ、もうこれでおしまいだ、もう実験も終了しました。もう作るだけで簡単な常識の中の常識なんです。あまり簡単すぎて誰もそれをねやろうと しないだけであってね、そんなことでエンジンは、空気エンジンは99年になったらまたほぼ信号来ますんで、発表してもいい時期が来ましたら発表します。エンジンはいつでもできるところまでちゃんと行っておりますので、空気は一切ね汚さない方法です。燃費も一銭もいりません。簡単なことです。はい、先生どうもありがとうございました。長時間にわたりまして、ありがとうございました。81歳になられまして、ますますお元気になられまして、私も、先生の爪の上がりもということで毎日2万歩歩いておりまして、この1月1日から、昨日まで、欠かしたことがありません。で、来年はもう少しアップしようかなって思ってますけども、歩くと本当に元気になれますので、皆さんももし、時間に余裕がありましたら、歩いていただいて、先生のようにですね、元気でおつまみも、考えていただければと思います。本日は本当にお忙しい中、多数の方にご集まりいただきまして誠にありがとうございました。次回は9月の21日ですので、またご都合付けていただきましてご参加いただきますようよろしくお願いします。どうもありがとうございました。